ニキちゃん始まりました。アップアップガールズかっこニキのちなっちゃんこと高萩ちなつです。今日は初のニキちゃん投稿ということで、高萩ちなつ大食いにチャレンジしたいと思います。はい、今日チャレンジするのはこちら、いわき市にある白戸屋っていうお菓子屋さんがあるんですけど、そこの超特大ジャンボシュー丼、こんぐらいです。これをね、ちょっとどこまで食べれるかチャレンジしてみたいと思います。では早速いただきます。うわー緊張する。もういいのかな、食べて。いわきの有名なお土産、有名なお菓子なんですけど、めちゃくちゃここのシュークリームが美味しくて、このサイズが特に有名なんですけど、いわき吉島っていうところはすごいジャンボの食べ物がいっぱいあって有名なんですけど、なんかジャンボメンチカツとかいろいろあるんですけど、今日はその中からジャンボシュークリームを食べたいと思います。メンバーにも差し入れで一度持って行ったことがあるんですけど、ちょっとこれを一人でどこまで食べれるか、ちょっと、わーすっごい、よし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 、ここで食べた方がいいかな、実食。はい、せーの、無理だ、大きすぎて持てない。ちょっとこれここで食べた方が良さそうだね。ちょっとここで食べよう。え、じゃあこのシュークリームは生クリームがいっぱい入ってるんですけど、生クリームとカスタードで、上にめっちゃ粉砂糖がかかってすっごい甘いんですよ。じゃあいただきます。うん、うん、うん、おいしい。甘い、甘いのが好きな人は絶対好きなシュークリームです。これは生クリーム好きな人とか絶対好き。みきちゃん、よいしょ。これはもう助っ人です。スケットです。わかめスープ、食べるホットワンタン、わかめスープ、これで胃袋に優しさをね、投入していこうと思いますね。ちょっともう、いやちょっとこれはねきついね。うん、早く食べたい。神様だ、神様、神様がここにいる。ちょっと、ちょっと、ちょっと、あと2分ぐらい待ったらワンタンが食べれるから、ワンタン食べ終わったら再開するか。こんなに過酷だったっけかな昔。試練ってあるよね。
つ解決していきましょうということで、ちょっとワンタン食べます。じゃーん、やった、やったやったやった、神様。しかもピリ辛なんて、辛いものが大好きな私にとって、もう本当に美味しい。ほら、こんなに生クリームいっぱい。ほら、ほら、これ全部生クリーム、これ全部砂糖。カロリーがオーバードライブしてるね。みきちゃん、じゃ、じゃ、じゃーんと、はい、ここまで特大ジャンボシュークリームを食べてきました。残すは、まあ、あと4分の2弱ということで、まずこの弱をね、退治したい。この弱をどうにかしたい。そうだね。すごくなんか遠い、この遠いところにあるものみたい。もう恐怖症になりそう、甘いもの恐怖症。あって無理かもしれない。待って、もう無理かもしれない。これ言ったらもう、挑戦しましたが、半分しか食べれませんでした。悲しい、もっといけると思ったのに。胃袋を鍛えようと思います。悲しいけど、ちょっとお口直しします。